一人の監督が一人の観客へ送る新しい映像様式、映画の細胞。その記念すべき初上映会が2023年9月24日に行われました。場所は南青山のプライベートシアター。想定外のトラブルに見舞われながらも無事上映を終え、相馬さんと木澤さんも少しほっとしているようです。改めて映画の細胞とは何だったのか、お二人に振り返っていただきましょう。皆さんこんにちは、私は映画の細胞協力の木澤浩樹と申します。映画の細胞上映会が、先日ですね、無事に終了いたしました。まあ、トラブルもありつつ、上映ができたという形になります。それから1週間経ちまして、今日は、主催の相馬あかりさんに、ここまでの相馬、映画の細胞について、まあ、聞いていきつつ、これからまだ残っているコンテンツというか、あの活動、映画の細胞としての活動についても深掘っていきたいなと思います。こんばんは。どうも、こんばんは。まずは、監督、観客の皆様、あの上映お疲れ様でした。そして会場をお貸しいただいたフィルムクラブユートピア南青山様、素敵な会場どうもありがとうございました。木澤さんもお疲れ様でした。で、前回ラジオさせていただいた時は、まあ、直前か、まあ、募集を開始したくらいの時に、ラジオを撮ったかなっていうふうに思ってて、でそこから、監督の応募、そして観客の、まあ、応募というかがあってという形でしたね。それがだいたい3月から5月とか6月くらいまで続いたって感じでしたかね。最初の頃は本当に人が来るのかとか、どういう監督さん観客さんが手を挙げてくれるのかっていうことに対して結構このドキドキしていたと思うんですけども、そこら辺いかがでしたか。まあ、自分の周りにいる人たちに映画一人向けに作ってほしいんだけどっていうのをこう個別にね相談したりとかして参加してくれないかっていうのを結構僕声かけてたんですよ。ところがですね、やっぱり一人に向けて映画を作るってどういうことっていう、まず想像できないんですよね。やったことがないから。どれくらいわからないのかってこともわからないっていうようなね、説明を受けることもあり、監督がまず一人に向けて作るっていうことに乗ってくださらないと成立しないなと思ったんですね。もちろん観客の方も自分一人に向けて作られた映画を見るっていう経験はないんで、もう反応はゼロかもしれないなとかって思いながら待ってたんですけど、割と早い段階で決まったんで、やはりこの本当に相馬さんと同じ疑問ですとか関心を持ってる監督さんが集まってきてくれたなというような印象をとても受けて、そうですね、大勢の人が見てそれが望まれる形になるかっていうのはすごい難しくて、例えばポリコレと表現の自由ってずっと平行線の議論をたどってるじゃないですか。これって慣習がマスだから起きることだと思うんですよね。これもし一人に向けて作品を作るってなったら表現の自由って成立すると思うんですよ。だから参加してくれた監督なり観客の皆さんが同じような関心を持っていたっていうのは、そういう時代背景が、まあ、あったんじゃないかなと振り返ってみると思いますね。あと、この、僕もこの映画の細胞に関わっていく上で、徐々に強く感じてきたのは、相馬さん、この映画のアウトプット、完成するアウトプットっていうことだけではなくて、あるいはそれ以上に作り方っていうところに着目されてるなっていうふうに思って。そうですね。僕自身は皆さんの作品作りを通して自分の映画作りっていうのを検証していこうかなという、まあそういう裏事情みたいなのもあったんですけど、作り方っていうのは確率的になっちゃうと突然変異的なものが生まれるっていうのはなかなかできづらくなってくるのかなと思っているんで、今少し監督というところを、まあ、中心に話させてもらったんですけども、一方で観客の方も手を挙げてくれた方が何人もいらっしゃってと
というところでした。この映画の細胞では、ポスターとかでもですね、監督と観客がもう同じ文字のサイズ、同じ写真のサイズで、まあ、扱われるというところで、観客の方がもう監督の方と同格に扱われるという、おそらくこれ多分史上初かわからないです。ですけど、そのレベルの珍事というか珍しいことだったなと。観客の方っていう点で、相馬さん、様々な観客さんと関わっていただいたと思うんですけど、そういった点、いかがでしたか？まあ、本読むときって一人じゃないですか。うん、うん。ある部屋を借りて、まあ、朗読会みたいにするっていうのは、ごく稀であり、1対1でやるっていうのは、成立しているメディアと、そうでないメディアがあって、うん、その人が能動的に参加できる状況を作りたかったっていうのが一つあって、うん。映画の細胞は作品のみならず制作過程においても様々な発見をもたらす摩訶不思議なイベントだったようです。一人の観客へ向けた上映システムを模索する二人の対話は否応なくディープな方向へ進んでいきます。ズーム面談が始まったのが7月頃だったと思うんですけども、観客の方には監督のプロフィール、監督の方には観客のプロフィールを渡してして、どの方とマッチングというか、どの方に向けて映画を作りたい、あるいはどの方に映画を作ってもらいたいというのがアンケートを取らせていただくという形でしたね。で、そこで、まあ、監督と観客の面談みたいな形をしたと思うんですけども、今振り返ってみると割と当たり前のことを訴えているような気がして、当たり前というと映画学校では映画の技術とかっていうのを教えてるじゃないですか、うん、ただ他者を思いやることは教えないというか、あ、うん、メディアもマス向けにやってるがゆえにそこでは触れられない、あなたたちとか皆さんとかっていうこうフレーズになってしまって、でそれは本当に存在している他者ではなくてある概念なんですよね、電車に乗っても携帯を見て過ごされてるじゃないですか、うん、だから僕らはあまりにも他人のことを考えてない。映画の細胞では初めて会う観客の皆さんと監督の皆さんがマッチングするっていう形で、うん、お互いのことを、まあ、嫌でも考えるわけですよね。自分の映画を見てくれじゃなくて、相手がいるからこういう映画を作ろうというような、まあ、訓練になってるようなところもある。その他人のことを考えるっていう意味でも、観客の方もこういう映画が見てみたいっていうふうな具体的なご要望みたいなものを出す方も、出される方もいる一方、もう少し漠然としたこういう映画が好きだっていうふうに提示された方もいて、そういった違いも一人一人面白いなっていうふうに思いましたね。そうですね。それに対してまた監督の人が、まあ、その期待に応えるっていう形と、また期待を裏切るっていう形とか、さまざまな反応があって、それが見事にばらけたような形になったのが自分としても面白かったですね、うん、映画の細胞は何だろう、このあくまでもやっぱりプレゼントっていうのとはやっぱ違って、やっぱり監督がこの観客の言いなりになるっていうのとも少し違う、やはりこの監督としての色を出しつつ、その人のために作る、その人のことを思って作るっていうことが重要なんだなっていうふうに思いましたね。だからやっぱり他人ってことがやっぱ重要で、もともと知り合いだった人に作ったら多分全然違うものになったと思ってますね、改めて。そうですね。映画の細胞はある種観客の人との共作であるわけですよね。うん。で、監督と観客の方が、まあ、面談して、それでこのペアを作って、で、まあ、5組10名で、まあ、進んでいくという形なんですけれども、まあ、撮影の前には、まあ、この組によっては、観客と監督の方が何回か顔を合わせて、どういう映画を見たい、そういった打ち合わせをしたりっていうこともありまして、共作っていうところもとても新しいんだろうな、なんていうふうに感じましたね。僕が一番興味深かったのは、観客の方が全員主役を演じたってことですよね、うん、これは最初は想像してなかったですよね、僕も木澤さんも。だけどよく考えたら、日本ってカラオケとかプリクラの発祥の国なんで、まあ写真だったら写真の中にとか、音楽の中の音楽の中に自分が参入するっていうに、なんか抵抗感を感じずに入っていけるところがあるのかなとかっていうのを感じましたね、うん。
この中で、まあ、撮影っていうところで、ここでやっぱりこの各監督の違いっていうのはやっぱり一番出るところだなというふうに感じましたかね。他の映画祭だと基本的には出来上がったものをその映画祭に送って、それである審査を受けて上映されるっていう流れだと思うんですけど、映画の細胞ってまず最初に観客と監督が決定して、そこから制作が始まって上映まで作り上げなきゃいけないっていう、まあ、撮影をだいたい8月中、8月から9月半ばにして、で、9月末に上映というような形でした。で、上映の当日には、映画の細胞のモチーフがあります、試験管が手渡されたというような形でした。当日はちょっといろんなこともありつつ楽しくできたかなというところですかね。映画っていうのも実は実体はないというか、あるデジタルデータに過ぎないものだったりするので、やっぱあなたのために作りましたっていうことのある象徴として、その試験管の中に USB 入れてですね、まあ、オブジェとしてやっぱりかっこよかったりするんで、トロフィーみたいなもんですよね、映画祭における。なんか自分の作品、あるいは自分に向けられる作品を改めて会場でもらうっていう体験というか、ことっていうのはなかなか、いろんな、まあ、こう、創作系のイベントありますけど、ないんじゃないかなっていうふうには思いましたよね。それも手渡しでっていうところに、まあ、僕なんか意味があるんじゃないかなと思うんですけど、まあ、やっぱり、僕らの時代ってコンテンツ型の時代じゃないですか。過去の名作とかっていうものが膨大にあって、そういうコンテンツを消費することで人生が終わってしまう。で、映画の細胞ってそういうコンテンツ型の時代に必然として現れたようにも思っています。その辺もう少し詳しく教えてください。日本だけで年間600本か、新作映画ができてるんですよね。その映画はもうできたら毎回宣伝されて、で、上映されて、まあ、観客の動員数によっては、より多くの映画館で上映されるという形で、まあ、どんどん、まあ、言い方悪いけれども、消費されていくと。年間に見る映画で、自分がこれはいいと思う作品って、何本ぐらい出会ってますか、木澤さん。いや、僕、今年見た映画の中で、もう良かったっていうの、1本くらいですね。僕、多くて4、5本なんですよね。まあでも多分似たくらいな感覚ですよね、お互い。そうすると、その4、5本がなんで自分に刺さったのかってことを考えると、やっぱり自分の当事者性というか、今考えていることとか、置かれた状況とかに寄り添ってる作品だったりとか、あるタイムリーな状況で自分がその映画と出会ったっていうことが大きいと思うんですよね。だから裏を返せば、そのタイミングなり映画と出会う場っていうのを最初に作ってしまえば、その一本っていうのはその観客にとっては少なくとも記憶に残る映画の一本になるんじゃないかなっていうふうに思っている。そうすると映画の細胞で上映された5本の映画は、消費される映画の中で、まあ、記憶に残るものが5本もできたというふうに考えることもできるわけですよね。少なくとも一人の観客にとっては、そうです、そうです。要はこの宣伝に関してすごい僕はやっぱり違和感を持っていてですね、出来上がった作品を、まあ、一斉送信メールみたいな形でいろんなメディアにそれを投じるわけじゃないですか。ところが受け取る側から見るとですね、それってちょっと失礼だと思うんですよね。僕の状況とかを一切鑑みずに、これを見逃すなとか、また新たな傑作が生まれたとか、なんかこういろんなキャッチコピーで来るんだけど、基本的にはあなたに興味はないけど私に興味持ってくださいねっていうしか僕は感じないんですよね。で、見たら確かに面白いものもあるかもしれないんだけど、なんかそれをこう押し付けられるのってちょっと迷惑かなって気もするんですよね。集客できないとかっていう、こうニッチもサッチもいかない事情はわかるんですけれども、しなければしないことによって伝わるものってあると思うんですよ。なんかちょっとへきへきするというところは僕はあるんですよね。見たくなくなっちゃうんですよね、その、そうやってきた映画を。映画の細胞って観客と監督が一組になってノミネートするんで、宣伝をしなくてもよかったじゃないですか、結果的には。上映の時にお客さんって決定してるわけです。だから事実だけを述べるっていう形で、これがすがすがしかったっていう。作家としての総がかり、
にとってのこの映画の細胞っていうのはどういう位置づけだったのかなっていうのは僕個人として興味があるんで、ちょっと教えていただけますでしょうか。それまとめにならないな、おそらく。僕にとってはちょっとまとめなんです。ああ、そうですか、うん。はい。映画って変化しなければいけないと思うんです。だけど、その映画を上映する場所も変化してるわけですよね。その後、お二人の話は、気候変動や少子化時代の映画の作り方など、様々な話題へ膨らんでいきました。一つの細胞が分裂し、二つ、三つと増殖していくように。でも、それはまた別のお話。出演は、相馬あかりさん、木澤幸喜さん、音楽、遠山さやかさん、クラウドモニターさん、ナビゲーター奥でお送りしました。続きは、また次回の明滅ラジオで。イナフ